ちは、アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画ではミルクと砂糖があれば作れるアリ博士流の最強蜜餌ミルクシュガーのアップグレード版のレシピを大公開していきます。今日この動画を作るために、ここ数ヶ月間にわたってミルクシュガーのレシピの研究を重ねてきました。その間、英語で書かれたアリの論文の10篇以上を徹底的に読み漁り、さらに自宅で飼育中のアリのコロニーで実験を重ねてきました。この動画を最後までご覧いただき、ぜひ自宅で簡単に作れるミルクシュガーでアリのコロニーを発展させていきましょう。今回の動画は有料級ですが、視聴者の皆さんに特別に無料で配信していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。では早速レシピを紹介していきます。一番シンプルな作り方は、牛乳で作る方法です。作り方は、すだき糖 3.5g とトレハロース 0.5g を牛乳 6g に溶かすだけです。トレハロースはスーパーや薬局では手に入りにくいので、入れなくても大丈夫です。組成は厳密でなくても良いですので、例えば自宅にばかりがない方は、すだき糖小さじ1杯とトレハロースごく微量を牛乳 6ml に溶かしていただければ OK です。次に、粉ミルクで作るミルクシュガーです。粉ミルクには、主に乳幼児用調整粉乳、全粉乳、脱脂粉乳、バターミルクパウダー、ペット用の粉ミルクなどがあり、どれも使用できます。全粉乳や乳幼児用調整粉乳は脂肪分の割合が多く、脱脂粉乳やバターミルクパウダーはタンパク質の割合が多いです。作り方は、粉ミルク 1g、すだき糖 3.5g、トレハロース 0.5g を50度くらいのお湯 5g に溶かして作ります。熱湯はタンパク質を変性させたり、糖の劣化を招くので、ある程度冷ましたお湯を使うことが重要です。もし、脱脂粉乳で作る場合は、脂肪分が少ない餌になりますので、肉餌に脂肪分の多い、ミルワームを併用することをお勧めします。それでは実際に、アップグレード版ミルクシュガーをアリが飲んでいる様子を紹介していきます。今回の映像ですが、条件の悪い中、撮影しています。条件が悪いとは、まず、アリが冬眠モードであること、そして、アップグレード版ミルクシュガーを毎日飲んでいて、満腹に近い状態だということです。その中での撮影だということをご理解の上、見ていただければと思います。はじめに、黄色シリアゲアリです。黄色シリアゲアリは1年間でワーカーが1000匹を超えました。来季に向けての栄養補給で、アップグレード版ミルクシュガーを毎日与えています。ワーカーがアップグレード版ミルクシュガーを飲んでいますね。毎日アップグレード版ミルクシュガーを飲んでいるので、特に、この冬前の時期は、餌に集まるワーカーが少ないですが、黄色シリアゲアリはいつも、このようにお腹が一杯になるまで飲んでくれます。黄色シリアゲアリのような小型種の場合、全粉乳や牛乳で作る場合は、脂肪分が多くなるので、映像のようなワーカーの歴史に注意する必要があります。歴史が身体な場合は、ティッシュなどに染み込ませて与えると良いと思います。続いて、梅松オオアリです。梅松オオアリは単メス性と言われていますが、我が家では女王3匹の多メスで育てていて、ワーカーは25匹まで増えました。ここまで喧嘩もなく順調に来ています。この梅松オオアリにも、アップグレード版ミルクシュガーを与えていきます。今、ワーカー2匹が飲んでいますね。梅松オオアリも、いつも、このようにお腹が一杯になるまでアップグレード版ミルクシュガーを飲んでくれます。そして飲み終わったら巣に帰り、別のワーカーがアップグレード版ミルクシュガーを飲みに来ます。腹部
の白い線がはっきり見えるまでアップグレード版ミルクシュガーを飲みました。巣に帰ったマーカーンは腸終わりと栄養交換を行います。続いてトビーロケアリです。トビーロケアリの女王マルちゃんはいつも巣と餌場の間のチューブにいて、なかなか姿を見せてくれませんが、卵や幼虫が次々に出てくるので健在なはずです。マーカーは40匹ほどまで増えました。こちらのトビーロケアリにもアップグレード版ミルクシュガーを与えていきます。こちらもマーカー2匹が飲んでいますね。腹部の白い線がはっきり見えるまで飲んでくれていて、とてもいい感じです。続いて胸細アリです。胸細アリは、前回、トレハロースの指向性を調べる実験にも協力してもらいました。ここに来て、産卵数が増えてきており、越冬幼虫を生産しようとしている感じです。女王アリの周囲にたくさん卵があるのが見えるでしょうか。胸細アリもアップグレード版ミルクシュガーを飲んでくれましたね。こちらもとてもいい感じです。続いてハリブトシリアゲアリです。実は今回のアップグレード版ミルクシュガーですが、糖濃度を 35% まで引き上げたので、安全性を確かめるために最初に飲んでもらったのがこのハリブトシリアゲアリです。結果マーカーの死亡もなく安全であることが確かめられたので、他のアリにも与えることができています。アップグレード版ミルクシュガーを最初に食べてもらった時ほどではありませんが、こちらも越冬前としてはいい食いつきですね。最初に食べてもらった時の画像はツイッターで公開しています。続いて胸赤オアリです。胸赤オアリはすでに女王もみじがなくなっており、マーカーだけのコロニーとなっていますが、こちらもアップグレード版ミルクシュガーを食べてくれていますね。続いて黒オアリです。黒オアリでは少し実験をしてみました。アップグレード版ミルクシュガーと、ミルクを2倍量にしたアップグレード版ミルクシュガーで比較をしてみました。その結果、ミルクを2倍量にすると、食いつきが悪くなることが分かりましたので、ミルクはレシピ通りの量にした方がいいと思います。最後にトゲアリの女王を寄生させたクロオアリです。クロオアリのメジャーマーカーで匂い付けしたトゲアリの女王とクロオアリの看護マーカー20匹を遠近感で同居させています。クロオアリの繭を20個ほど加えており、すでに10匹は羽化しました。こちらにもアップグレード版ミルクシュガーを与えていきます。遠近管のキャップを開けて、入り口の近くにアップグレード版ミルクシュガーの餌皿を置きました。早速、クロオアリのマーカーが集まってきて飲んでいますね。トゲアリ飼育の成功は、どれだけ寄生先のマーカーから女王が栄養をもらえるかにかかっていると思いますので、どんどん飲んで、どんどんトゲアリに栄養を与えてほしいですね。映像は、アップグレード版ミルクシュガーを飲んだクロオアリのメジャーマーカーと、トゲアリの女王のぎこちない栄養交換です。今回の動画、いかがだったでしょうか。ミルクシュガーのアップグレードのポイントは、巣だき糖の濃度を、論文を参考にして 35% まで引き上げたことです。この餌は、巣だき糖と牛乳があれば、誰でも簡単に作れます。産卵数を増やす効果もありますので、ぜひ、試していただき、使用した感想をコメント欄でいただけたらとても嬉しいです。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。